様こんばんは。お足元のね悪い中本当に、合ってますよね、お足元悪い中、はい、寝てましたね。いいよね、はい、お足元悪い中ね本当、お越しいただきありがとうございます。あのね本当この今日最終話ということでテレビでもね最終話ですけど、なんかあっという間だったなという感じがしますね。なんか寂しいような気がして、はい、でも、そうですね、皆さんと一緒にこの時間を共有できることすごく嬉しく思います。今日はよろしくお願いします。今日は最終話上映会に来てくださってありがとうございます。12話をご覧になった方は13話が大体どんな感じになるのか分かってしまうのかなって思うんですけど、そんなことないでしょそんなことないでしょ、なんでなんで大体こうなるかなみたいな。そんなことあるよ、あるある。あります、ある。甘いんすよ、甘いの、いつも本当に。思うんですけど、一緒に楽しみながら、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。私たちも本当に完成したものを見るのは今日これからが初めてなので、皆さんと一緒に見届けることができるのがすごく嬉しいです。ぜひ楽しんでいってください。いつもはお家でゼロを見てたんですけども、本当に最終回以降こんな皆さんと一緒に見れることをすごい感激してます。今日は短い間ですけどよろしくお願いします。見どころは言っちゃうとね、そうなんですよね、はい、まあ見どころは多分あります。いやいや、多分じゃなくてありますんで、はい、見届けてください、はい、見ての楽しみ。そうですね、一番時間がかかったかな、こうガロシリーズの中では。もう1年いつだっけ、3月だっけクランクしたのかね。そうですね、そうだよね。13本なのになんでこんな時間がかかっちゃったのかなというぐらいの感じの思いは入ってるんで、今日こうガロファンの人たちと、見届けるのがすごくね嬉しいなと思ってます。はい、ね、ドキドキしますよね。ユギさん出てるんですか最終回。言っちゃうとまずいです。ああそっかそっか、いやもう出てない、やられたすごい、すごいすごい、分かんないけどね。